上の方が、こちらの方が普通の購入したての剪定バサミです。このように、R、このように R がきれいに揃っております。このように隙間もありません。こちらが、ネギリ剪定バサミです。このように少し隙間が空いております。こちらがネギリ用剪定バサミです。このように根を切るのに使用いたします。こちらが購入したばかりの剪定バサミです。このように地上に面しているところをこのように切ります。もう一度言います。こちらがネギリ用剪定バサミです。こちらが購入したばかりの剪定バサミ。違いはこのように何度も何度も使用して、このようにこの幅が狭くなっております。このように購入したばかりの剪定バサミは非常に広くなっております。これだけの違いがあります。ネギリ用剪定バサミは少し隙間が空いております。購入したばかりの剪定バサミは隙間が空いておりません。しかし、このように根を切るのに一番最適です。鉢物の株分けにはこのように土があっても隙間が、歯と歯の隙間があることによってきれいに切ることができます。そして刃こぼれはしません。
このように順調に育っております。これが正しく引いてきた芽です。このようになります。ずっと下の方に行きます。コーヒーの木が生育形態でこのようになりました。これを復活させたいと思います。はじめに形成層のあるしっかりしたところを残し、切り戻します。この剪定バサミで枯れ枝および弱い枝を取り除きました。これがその枝です。次にこのトップジンの塗布剤をこの切り口にこのように塗っていきます。このようになります。このように塗布剤を塗って樹木の蒸散を防ぎます。このようになります。次にこの根切り用剪定バサミおよび手釜を使い、この根の部分の方にかかります。
今から植木鉢を外します。最初にこのように手釜で最初にこのように手釜で植木鉢を一周します。このようにします。このように手釜で周りの土を取り除きます。このように植木鉢の縁の土をこのように取り除きます。次にこの根元をしっかり持ってこのように持ち上げて このようになりました。生育停滞の原因はこのように元鉢の下が色が変わっております。これが原因です。元鉢をもっと小さくします。枯れている部分を取り除いて元鉢をもっと小さくします。このように回しながら枯れている部分を取り除いていきます。このように腐っている部分をこのように回しながら取り除いていきます。
このように生育停滞の原因はこの部分、色が黒くなっていて匂いも臭いです。この部分が根腐れを起こしております。それが原因です。この部分が色が変わっております。この部分はまだしっかりした根があります。この下の根腐れの部分を全部取ってしまいます。手釜の部分から下を取り除きます。このようにネギリをノコギリでこのように切ります。このようになりました。こちらが腐っている部分です。こちらが元鉢を小さくした部分です。このようになりました。根腐れの部分を取り除いた元鉢がこのようになりました。ずっと上やって上がってきます。このようになります。この流用土を使用いたします。
先ほどの流用土をふるいにかけた。このようになります。このようになります。これをこの中に放り込みます。このように培養土を下から10センチのところまで置いて、このように真ん中をちょっと上げておきます。そしてこの元鉢を縮めた元鉢をこのように入れます。このようになります。これをこの植木鉢の中にこのように入れます。このようになります。このように植木鉢の真ん中に小さく縮めた元鉢をこのようになります。それでこの培養土を中に詰めていきます。このように出来上がりました。あとは水やりで終わりです。このようになります。このように水やりを行います。このように植木鉢の面いっぱいまで満タンに入れます。
回目面まで入れてこのようになくなりました。2回目このように同じく面まで入れます。この植木鉢の下からじんわりと水が流れてきます。コーヒーの木の植え替え作業が終わりました。このようになりました。下から順番に水がこのように流れてきてます。これがコーヒーの木の生育停滞の原因である根腐れです。このようになります。このように色が変わっており、そして臭い匂いがします。これを取り除きました。コーヒーの木の植え替え作業後、この培養土をこのような殺菌剤および粘着剤で殺菌いたします。このようによくかき混ぜて、このように元鉢に染み込ませて培養土を殺菌いたします。このようになります。このようにコーヒーの木を植え替えた後、元鉢をこのように殺菌いたします。
コーヒーの木を植え替えた後、殺菌、薬かけを行います。このような薬剤を使用いたします。コーヒーの木を植え替えた後、このように薬剤散布を行います。丁寧にこのようにたっぷりと薬剤散布を行います。